高橋よいチャンネル中国の人民銀行の総裁が、うん、西側諸国のフレンドショーリングを非難っていう記事があったんですけども、うん、ちょっとよく分かんないんでちょっと教えて頂ければなま,、うん、まあねまあ記事の内容も結構 <laughs> あのつまんない記事なんだけど <laughs>、はい、あのこの際にちょっとね あの国際金融の基本理論をまあこれをネタとしながらご勉強ちょっとしたいと思うんですけどね普通中央銀行っていうとあの財務大臣と財務大臣とあと中央銀行総裁会議があったりしてまあ結構 どまあ、偉い人でいな仕事してるんだけどね、はいはい、それはあのなぜかっていう話をちょっとなぜ,か、うん、なぜかっていうかねその理論的背景っていうかねどうしてそういうことができるのかっていうのをちょっと説明しようと思うんだけど、はい、国際金融のトリレンマっていうね、はい、あのこれはねどこの国でも絶対成り立つようなあの話があってね、はい、三角形の図でいつも説明するんだけど、はい、トリレンマっていう意味そもそもは、はい ジレンマって知ってますかね<ー>ジレンマっていうのは二律背反ね。うん、二つのどっち両方を選べないってやつ。トイ<ー>レンマってのは三つのことを選べ同時に選べないって。<ー>そういうふうな、あの、まあ。 便利なんだよね。そ,ねそれでトリレンマっていうのはどういうふうなのが3つかっていうと、はい、自由な資本移動っていうのと、固定相場性、はい、それだと独立した金融政策。はい、これ全部3つ選べれば一番ベストだと思うんだけど、はい、まあこれ理論的に全部選べないってことは分かってるんですよ。はい、で、そうすると、最大限2つしか選べない。はい はい、で3つは選べないから最大2つは選べるそれで西側諸国はどういうふうに選んでるかっていうと、はい、実は資本取引っていうのを融通なんか自由にするっていうのは絶対に選ぶこれはもう先進国の条件、はい、ああ条件それとあとあの金融政策も独立してしっかりやりましょうっ、はい、雇用をちゃんと守りましょうっていうのでそこも選ぶ、うん、ここも はい、で諦めるのは固定相場制諦める。<ー>だから日本とかいう先進国がみんな変動相場制になっちゃってる、うん。それはそれで,みでよく言われるんだよ変動相場制嫌だから固定相場制にしてど,どっちどうするって話にしかな,な,、ね、ならないね。こののつで資本移動っていうのはもう先進国の証しだしね。はい、でこれをストップしちゃったらさ、まあ、共産主義って言われるからね<ー>、まあ。この番組よく言ってるかもしれない共産主義っていうのは生産手段の、はい。はい 国有っていうのは大前提になってよね。はい、生産手段っていうのは何かっていうと企業とか実は土地だよね。うん、で、資本的を許すってことは企業で外資をある程度入れること。<ー>それとあと土地の取引であの外資もはあの入ってくれる、ある程度できること。はいはい、もちろんあの、重要施設の周りとかね、軍事施設の周りみたいな話とか、うん、あの企業なんかでも社,、えー、と社会インフラみたいなのはダメだけどね。はい、一般の普通の商売の企業は 100%外資が買えるし、はい、普通の土地も買える、はい、で、これが資本移動の自由化。 自由な話だね。でもそれは諦めるってことは、あんた共産主義ですから次言われちゃうからね。そこはだから諦められない。あと金融政策も非常に重要、これを守るから重要だよね。それはあんまり。あの、独立した金融政策は確保する。そうすると、肯定相場性はしょうがない。というふうに割り切るんですよね。で、中国はじゃこれで3つは絶対にこれどんな国でも選べないんだけど、じゃあ中国は何選んでるかというと、まず最初に自由な資本主導。 これはもう選ばないんだよね。選ばない。選ばない。それで、選べないっていうかね。選べないって、そうして選ぶと固定相場制と独立した金融政策っていうのは普通なんだけどね。固定した金融政策と固定相場制は選ぶ。中国はペックって言って、変動相場制じゃないわけ。全然自由自在に相場を決めてるわけ。そういう意味で固定相場制なんはい。 それでね、本当は独立した金融政策を選べばいいんだけどこれは、ね、中国の、ね、中の組織として、はい、中国の中の組織では共産党が一番偉いわけ。はい、これで習近平体制になった時に、はい、実は政府の組織をみんな共産党の下に持ってきちゃった <お>この間の中央近辺第3期の時に下に持ってきて、はいはい、その、えー、と政府の中の組織として共産党下に持ってきちゃった中に中央銀行も入ってるんですよ<ー>だからもう完全に中央銀行なんて、まあ、共産党の中の部局みたいになっちゃってるから<局>自,由自由もそもないんだよね <laughs> う<ん>、うん、だから中国は要するに2つ選べるんだけども固定相場制だけ選んでるってそういうところですよなかなか,な,なかなか珍しいところなんだよね <laughs> そで,でそうすると何やることなんて何があるのと要するに独立した金融政策 さがあるからいろいろと中央銀行の総裁の地位が重要なんだけどやることないんだよ全くやることないよ だから固定相場制をまあ管理するぐらいのことを言わされてるだけなんでねで、そうするとやることないでしょ、はい、そうするとどういうことかっていうと、外に会議に行ったときに、結構かっこいいね、はい、はっきり言うと。だってう他の国はみんなさ独立した金融政策を任されてさ、はい、ちゃんとマン,、はい、マンドっていうかさ、ね、自分で受験されてて、はい、いろんなことできるじゃない。はい、できていろんなことしゃべるんだけど、中国の中央銀行総裁なんかなにもないんで、そのあたりのさ、こうやっぱ、こう、子役人が出てきてるレベルなんだ。<laughs> あそう中、ね、中国の中国銀行 こういう人ってなんか選ぶって喋るんだけど、はい、でもあんたは何の権限あるのって言うとさ「うんうん、いやどっかの共産党の下の役員でございます」しか言えないんだよね。<laughs> ああうん、それでそういう時に役員でございますっていう時に、はい、このフレンドシェアリングっていうのはどういうのかっていうと、はい、これはねはっきり言うと中国をいろんなサプライチェーンとかそういうのから排除する、はい、フレンドじゃないから排除するってそんな感じなんだよこれでこれ最初に言い出しっぺっていうのが、えー、とアメリカのジャーナティーレンが最初に言い出した話だから、はい、だからね中国の小やっぱ役員なんだけどそれに対する反応するのはちょうど調子よかったかって喋ってるようなもんなんだよ<え>全然意味がないんだけどね <laughs> 要するに 中央銀行で喋べる話じゃないからね全然関係ない。 関係ないんだけど、いや、だから、権限も何も与えられてないからね、喋ることないんだよ。喋ることなくて、ジャルティエレンが喋った話を草すっていうのだけが役割できたんじゃないのあ,あ、そういう、うん、そのくらいで喋ってんじゃないのだから、これをまたね、すごく発言のようにね、うん、取り上げるね、マスコミってのも全然、全然分かってないと思うよ。本当<あ>、中国の中央銀行、人民銀行総裁なんて、はい、普通の国の先進国の人民、あの、中央銀行総裁と全然違って隠しただもん。あ,あ、そんなしたなんですね。うんうん、だから、こう百人がなんか来てんだけど、 権限も何もないからそれだったらジャネティエーレンが喋ってるね話をね<ー>ちょっと腐すのはお前が今回やってこいって言われて喋ってるだけだよ。あそういうことですそういうことか。何、うん、のね <laughs> 本当にね裏っ顔しちゃうとねこんなのねああ一生懸命来て喋ってるねでもあんた何も権限ないよねってんで終わりだよ。 反応もしないんじゃないの別にこういった役人か,らなんかあの喋ってこいって言われてるかああの中国政府から喋ってこいって言われて喋ってるなと思ってるぐらいだよ。あんた何ができるのっていう話だからね。なるほどねこの仕組みが違っててね、うん、もう権限も全く違ってるんだよ。<ー>中国の人民銀行総裁なんて本当何もやることないと思うよ。 えじゃあ本当に権限握ってるのは共産党のそう,したそういうポジションがあってってことか、うん、だから共産党のポジション、だから日本的に言うとね、課長補佐ぐらいかな。この人あの、この、あの、コニタンに言わせると課長補佐は絶大の権限があるんでしょうか。<laughs> <laughs> <laughs> 案外権限なくて喋、ね、ってるんだけどか、あの、なんか西側と、なんていうかな、同列なランクで来ちゃってるんだけど、全く国内的には権限ありませんから。 こういうのに騙されてじゃあ,あの大きく取り上げるのは間違ってるっていうことですね。<laughs> そう、そうでしょ社長さんの発言大きく取り上げてもしょうがないでしょうすよ、ね。五 <laughs> 月二十日土曜日イベントをやりますのでよろしくお願いいたします。